私ですね、シンプルに食べ過ぎなんですよ。お正月からハメをハメに外しまくってまして、とっても好き勝手ご飯を食べていまして、蓄えていますので、ちょっとさすがにそろそろここいらで動かないと、運動しないとやばいということで、まだお家でまで時間があるので朝ランに行きたいなと思います。朝って言ってももうちょっとお昼前ぐらいですがランニングして準備していきたいなと思います。カロリーを消費しに行きます。レッツゴね。寒いんですけど汗やば運動してこうやって汗かいて体があったかくなるからやっぱ気持ちいいですね。ちょっと汗かいたので今から私はシャワーを浴びていきたいと思います。ちなみにそんなに言って長い距離走ったとかじゃなくて、ほんとまあ30分ぐらいですけど軽くランニングして朝ランしてきました。ということでシャワーから上がってきました。めっちゃすっきりした。いいですね、やっぱ汗かいてお風呂入ってすっきりして。ということで今からメイクをしていきたいなと思うんですけど、その前にちょっとみんなに紹介したいなって思ったものがあって、オーディットっていう韓国のブランドなんですけど、これを提供していただいて、ボディウォッシュなんですけど、これまずこのパッケージがめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。それも気に入ってるし、あと香りがめちゃくちゃいい香りで、ミルクインシラパフュームボディウォッシュフローリストガーデンという香りなんですけど、公式の香りの説明としては、熟したレッドベリーのハーモニーに優しく香るバラのスイートピーを加えたラブリーな甘さが魅力のフルーティーフローラルの香りっていう風に書いてあるんですけど、結構まあ本当にそんな感じで割と甘めな感じの香りなんですけど、なんか嫌なくどい甘さとかじゃなくって、こうちょっとふわっとした甘みもありつつ、そのフローラル系な香りもするし、でなんかこうフレッシュな果実の感じもあるし、本当にすごくいい香りで、しかも私これのめちゃくちゃいいなって思ってるところが、ボディーソープとかによっては洗った後にだいぶなんかオイルな感じがするなっていうやつだったりとか、逆にもうすごいこうさっぱりするやつとかもあると思うんですけど、これはね本当絶妙なバランスなんですよ。その洗い上がりがちゃんと落としきれてないなっていう感じもするわけじゃないし、でもさっぱりしすぎてなくって、この季節、今の冬の季節とか結構乾燥気になると思うんですけど、洗い上がりの面でもすごく気に入ってるボディーソープで、ちょっとこれはみんなにもシェアしたいなと思って紹介しました。なんかこのオーディット独自のミルクタンパク質っていうのとセラミド複合体が組み合わされていて、それが結構こうしっかり保湿をしてくれたりとか、乾燥でちょっと肌荒れちゃったとかっていうのもケアしてくれるボディーソープで、私も結構乾燥肌なんですけど、これはすごい使ってみてよかったなって思ってます。少量でも本当に泡立ちがいいので、あとは結構大容量なので 500ml 入ってるんですけど、これそこも結構気に入ってるポイントです。はい、ということでじゃあメイクをしていきたいだと思います。ちなみに今日は私は冬をちょっと意識したメイクをしようかなって思ってます。まあそこまで普段の感じと大幅に変えるっていう感じではないけど、ちょっと意識してメイクしていこうかなと思ってます。なんか東京ってあったかい
じゃないですか。多分東京住みの方は共感してくれると思うんですけど、まだ結構なんか暖かい日が割と続いていて、たまにもう完全冬だなっていう冷え込んだ日もあるんですけど、気温も割と高めな気がするし、本当にもう暖冬だなって感じてるんですけど、でもその実家に帰省した時とか、私は愛知なんですけど地元がすごい寒いなって感じるから、なんか東京が本当におかしいのかなと思って、なんだろう、私が帰省した時がすごい寒く感じたのかな。あ、でもなんか一個これはやっぱり関係するのかなと思ったことは、実家は一軒家なんですね。でまあ今住んでるのはマンションだから、やっぱマンションの方が暖かいのかなっていう風に思いました。もう実家本当に床も超冷たいし、暖房つけてるリビングは暖かくても、廊下出た瞬間とか急に寒いみたいな、全然違って温度が、家の中でもアウター着るレベルで本当に寒くて、そこはやっぱりあるのかなっていう気がしましたね。そうだよ、マンション住みの方はだからその一軒家のお家に行った時とかびっくりしないですか、こんな寒いんだって。本当にね、床がマジで冷たい、これは寒いわと思いました。寝る時もヒートテック上下で寝てみたいな、逆になんか汗かいて風邪ひきそうなぐらい着込んで寝たりとかしてましたね。ちなみに今日のメイクはピンクメイクみたいな感じで動画を上げたと思うんですけど、それが結構好評だったので、そういう感じでピンクをちょっとメインに使ったメイクをしようかなって思っております。あのピンクメイクが本当にみんなから好評で、その動画上げてから割と普段でもピンクをよく使うようになりました。今って何系のメイクが流行りなんだろうな、みんな何系してますか。なんか私の一番流行ったなっていうか印象に残っているので言うと、やっぱテラコッタとかはすごい一時期超流行ったなと思ってて、柿色とかそっち系のカラーがリップでもアイシャドウでも流行ったなと思うんですけど、今はやっぱピンクなのかな、そういう面でいくと。でもなんかカラーじゃないメイクとかも流行ってますよね、ブラウン系というかナチュラルな感じ。なんかみんなのそういう情報とかはどっから入手してるんだろう。なんか私ファッションは結構そういうの最新なの追ったりするんですけど、メイクは基本的に自分の決まったやり方っていうか、このアイシャドウの入れ方だったりとかがある方かなっていう気がするから、流行のメイクとかはあんまりわかんないんですけど、ちなみに私は、まあ、アパレルをやっているっていうのもあるので、一応ファッションには敏感でいたいなと思っているんですが、基本的にやっぱピンタレストが多いです。海外系のファッションとかが好きだったりするので、ピンタレストは見てるだけでいろんなインスピレーションが湧くのでよく使ってますね。うっすらピンク系を使ってみました。見えるかな、淡いピンク系。なんかさっきのこのパッケージにインスピレーション湧いてるかもしれないでもやっぱそういうね、些細なところからインスピレーションって湧くじゃないですか。どうしよう、ラメ乗せようか迷う、めっちゃ。ちょっと一回保留しとこう。どうしよう、アイライナーもちょっとピンク系使っちゃおうかな今日。なんかこっち系の色とかどうだろう、うん、可愛い気がする。基本私はいつもアイライナーはブラウンブラックが多いんですけど、なんだろう、これはレッドブラウンとかかな、こんな感じ。なんかちょっとやっぱピンクって可愛い感じのイメージがあるので、アイラインちょっと結構跳ね上げて描いてみました。今日のメイクこう試しでやってみたりしてるから、もしこれが好評だったらプロセス動画も撮ろうかな。いいね。マスカラも今日はピンク味のあるカラーのものを使ってやっていきます。てか最近なんか考えてることがあって、結構私って質問コーナーとかでも言ってると思うんですけど、恋愛経験もなく過ごしてきたみたいな感じで話してるじゃないですか。でももうすぐ私も24になるんですけど、なんかここまで何もなかったら本当に今後ちょっとどう恋愛の経験を積んでいけばいいんだろうって考えるようになって、結構真面目にたまに考えるんですよ。じゃあ実際そういういい人がもし現れましたって、何もわかんないからこっからなんかどう進んでいくんだろうとか、それはその時にしかわからないかもだけど、気になる段階からのそのステップの踏み方がマジでわかんなくて、なんかそれをちょっと考えてみたりとかした時に、
あれもしかしてこれってめっちゃ考えることあることないと思って、考えすぎなんだと思うんですけど、もし私がいい人がいたとします。でじゃあその人にどうデートに誘うんだろうとか、どう自分がアプローチしていくんだろうとか、本当に想像がつかなくって、こんな計算恋愛経験がないとか言ってるとマジで私ナーリなんじゃないかってめちゃくちゃ思われると思うんですね。わかんない、もしかしたらナーリなのかもしれないけども、この時点でこじらせまくってるから、なんかこれを受け入れてくれる人が果たしているのかなとかめっちゃ思うし、なんかやっぱ今はその仕事だったりとか友達とも遊んでるし、彼氏っていう存在をめちゃくちゃ欲しいなんていう感じはないんですけど、このまま人生を歩んでいった時にいつかめちゃくちゃ孤独に感じる瞬間が来るんだろうなって思うと、それもそれでなんかすごく怖くて、でもだからといって付き合うんだったら本気でやっぱ信頼できて好きだなって思う人と付き合いたいなって思うし、まあ、全て言っちゃえばじゃあ自分はなんか行動してるのかっていう話になるんですけど、それを聞かれたらもう私は何とも言えないんですけど、本当にそろそろそっちの行動もちゃんと起こしていかないとなって最近めちゃくちゃ考えることが増えましたね。やっぱ将来はそれは結婚もしたいし子供も欲しいしって思うとね、自分が何も知らなさすぎるから焦って作りたいっていうことでもないしとか、本当になんかもう葛藤中、いつかできたらタイミングが合えばとか今まで言ってたけど、なんかそろそろマジでそんな甘ったれたことを言ってるといけないなとか多分これはマジで共感してくれる人と何言ってんのって言う人といると思うんですけど、共感してくれる人はマジで共感してくれると思う。難しい、本当に人間関係っていうのとかでいくと私は一番恋愛が難しいんじゃないかなって思っちゃうかも。マジで奇跡ですよ本当に、お互いが好きでお互いを思い合える存在がいて、マジで奇跡だと思う私的に。なんかみんながもしその私の立場にいたらまず何するかな。結構知りたいかも。やっぱいろんな人と会っていろんな人と話してみるとかですよね、きっと出会いってことですよね、新しい人たちと。最近眉毛は結構ヘルシーな感じで描いてます。ハリウッドブローリフトに行ってから眉毛をこう立ち上げてムサッとした眉毛を作るのが好きで、このなんか毛の感じを生かした眉毛を描くのにハマってますね。よし、そしたらチークをしていきたいんですけど、今回まあ冬意識のメイクをしたいっていう風に言ってたと思うんですが、アイムコールドメイクってあるじゃないですか、あれ結構チーク濃いめで鼻も赤くてみたいな感じで、こうなんか寒い女の子の血色感っていうのをメイクで出してるんですけど、そういう感じでやっていこうかなって思うので、今日はチークを結構がっつり濃いめに入れていこうと思ってます。最近私ほんとずっとチークは濃いめなんですけど、あんまり広げすぎずなじませすぎずっていうのを意識して塗っていきます。でちょっと眉毛のところにもふわっとかけてなじませていく気持ちですけど、本当に。であとは私はこの鼻の中間にチークするのもすごい好きなので、ここに入れるのと、あと鼻先かな。なんかね、カメラだと本当に伝わりづらくって、これがでも現実だとカメラに合わせると入れすぎちゃうから難しいんですけど調節が。じゃああとはリップだけですね。リップは最近はもう本当にツヤ系をいつも使ってるんですけど、今日もツヤ系にしようかな。とりあえず血色で普通にリップ塗って、その後にグロス系のリップで艶出し、うん、いい感じかな。よし、メイク完成しました。ちょっと今日は冬っぽメイク、全体的に血色感強めでピンク系でメイクしました。どうでしょう、もしこれ好評だったらちょっとメイクプロセス動画も撮ろうかなと思います。はい、ということでメイク完成したんですけど、ちょっと今日朝お風呂入ってあのボディウォッシュとかね使ったと思うので、香りをちょっと統一させようかなと思ってて、私結構香水いろんなの気分だったりとかファッションとかによって変えたりするんですけど、今日はあのさっき紹介したこのボディウォッシュと同じブランドのオーディットのミルクインセラパフュームボディローション
を使っていこうかなって思ってます。なんか結構私的には香りがしっかりしているなっていう風に感じたので、なんかこうやって朝シャワー浴びた時とかこのボディウォッシュとね同じ香りのものを使ってあげると香りがやっぱ統一されるのでいいかなと思ってて、今日は香水代わりにこれを使っていこうかなって思ってます。このブランドさんは、まあ、本当にこのパッケージとかも可愛いと思うんですけど、美術品のようなデザインを追求しているらしくて、色もなんかこうやって並べて置いてあっても可愛いし、お部屋にこうやってポンと置いてあってもインテリアとしてこう可愛いから、そこもやっぱ気分上がりますよね。ちなみにこのボディローションもね本当に保湿力が高くて100時間も持続する保湿力があるらしいんですよ。100時間ってやばくないですか。しかも塗り心地もなんかベタつくとかも全然ないし、爽やかな塗り心地というかすごいなんか肌がこう柔らかくなるっていうか、ふっくらしてこの塗り心地仕上がりも私は好きな感じでした。あとやっぱ長時間続くっていうのが嬉しいですよね。もちろんこういうお出かけ前とかでもいいと思うし、なんか寝る前とかにつけてあげてもすごいいい香りで寝れるから、これはマジでモテ女子な香りがする。結構香りにもこうこだわってるんだろうなっていうのが伝わってくるブランドなんですけど、なんか調香師さんが配合というか作ってる香りを作ってるらしくって、オーディットだけの香りってすごいまあ上品な香りなんですけど、平凡な日常をより特別にっていうモットーも掲げてるブランドさんで、すごい素敵じゃないですか。自分が気分が上がるものだったりとか、そういうこだわりを感じられるブランドさんのアイテムとかを使ってるとやっぱ自然となんか充実してるなっていうか、 QOL が上がる感じがするから、些細な幸せもね感じていきたいじゃないですか。何かとストレス社会とか言われているのでそういうところから気分上げていかないと。よし、ということで次じゃあちょっとヘアやっていきたいなというふうに思います。ヘアをやっていきたいなと思うんですけど、最近私あのめちゃくちゃハマってるヘアアレンジがあって、それをやっていこうかなって思います。今日も3日連続目ぐらいなんですよ、実はこの髪の毛するのが。だからちょっと迷ったんですけど、最近ハマってるからちょっと YouTube でも紹介しとこうかなと思って、まず適当になんかスタイリング剤つけてあげて、でそこからオフショルでやるのがめっちゃ難しい。アップスタイルなんですけど、こうしてまあここら辺は普通にコームで溶かしながらまとめていくんですけど、これで一回ポニーテールをしちゃいます。この髪の毛を2つにこうやって分けて、一回ここで普通に縛る感じで髪の毛を縛ります。こうやって、でこれでこの余ったやつを巻きつけるだけで、まあちょっと毛先はお好みなんですけど、私はこう全部巻きつけずに若干残す方が好きなので、残してこれをまたゴムで留める。ピンとかでもいいと思うんですけど、お団子って私どうしても形がこのやり方に出会うまですっごい難しくって、いつもなんか萎えてたんですけど、このやり方を知ってからもうずっとこれでやってるんですけど、結構ねいい感じになるんですよお団子が。でめっちゃ簡単だし崩れてくることもそこまでないので、でもおすすめ。こんな感じもうできた、これで。あ、今日めっちゃうまくできたかも、もしかして。終わり。じゃん、見える？こういった感じで、あと前髪も最近何分けだろう1382分けぐらいで分けるのにハマってて、こういう感じで斜めに、あ今ちょっとおかしいけどこれはさすがにそう分けるのにハマって、なんかちょっとお嬢様っぽいというか可愛いの で、ちなみにさっきね紹介してた提供していただいたって言ってたオーディットのやつなんですけど、ヘアケアもあって結構シャンプーとかが有名というかなブランドさんかなと思うんですけど、結構香り種類あったりとかして、さっきもシャワー見た時に使ったりとかしてるんですけど、ちなみにこれも同じ香りフローリストガーデンっていう香りだから、本当にもう今日全身フローリストガーデンの香りしてるんですけど、私これもすごい良かった。あとこういったオイルとかもあります。これもちなみにフローリストガーデンっていう全部同じ香りで、このシャンプーはパフュームシャンプーって言って結構こう香りが長く続くような
シャンプーになっているので、さっきのボディウォッシュとかボディローションとかも一緒に使うとより香りが楽しめて、一緒に使うっていうのもすごいおすすめです。あとこのオイルもそんななんかベタつくっていう感じもなく、結構馴染みも良かったし、熱のダメージからも保護してくれたりするので、これも良かったですね。こういうのってなんか一緒に並べて置いときたくなりません？こういう同じブランドのこういったラインというか、結構私普段からそうなんですよね。何でもこうラインで使いたくなっちゃったりするタイプで、スキンケアとかも揃えたいっていうか、だからシャンプーとかコンディショナーとかもどっちかが早く使い終わったりするのとかが本当になんだろう、ちょっとこう引っかかっちゃうんですよね。ちょっともやってするっていうか、わかんないかなこの気持ち。でも絶対どっちかが早くなくなるんだよな、ああいうのって。プッシュの量は同じにしててもどうしても差ができちゃう。なんでなんだろうあれ。はい、ということで髪の毛もこんな感じでできました。なんかさ、ちょっとおかしいよね、どうしよう。まあいいか、こんな感じ。よし、じゃあ最後コーディネートだけ紹介したいと思います。はい、ということで本日のアウトフィットはこんな感じでーす。まあ、このヒョウ柄のコートがめちゃくちゃ目を引くと思うんですけど、これに中はこの黒のオフショル、もう最近はずっとオフショルばっか着てますね。 YouTube でも結構言ってると思うけど、オフショルのこのなんか女性らしいシルエットというか、気分も上がるし、ちょっと気が引き締まるというか、この感じがもうたまらなく好きで、今トレンドのアイテムだとも思うので、最近はめちゃくちゃ着てるんですけど、このオフショルにレースのスカートをレイヤードしております。でちょっとこのままオフショルとレースでガーリーさが結構あるので、下のパンツはスウェット生地のパンツを合わせてます。このパンツはめっちゃ形が可愛くて、とっても気に入ってるパンツです。これでまあちょっとこのガーリーさを崩してバランスをとってみました。そしてシューズは、まあ、バレーシューズを履いております。最近の愛用率ナンバーワンかも、バレーシューズ。履くだけでトレンド感が出るのでおすすめアイテムです。そしてバッグがこのデニムのバッグ、これを持っていきたいと思います。本日はこんな感じです。はい、ということで今回はこんな感じで、とある日の Get Ready With Me ということで撮ってみました。準備が完了したのでこんな感じでお出かけしていきたいと思います。で、今回はね、オーディットさんに提供していただいたアイテムも一緒に紹介させていただいたんですけれども、概要欄に詳細貼っておこうと思うので、ぜひぜひ見てみてください。なんか結構その香りに合ったような感じのメイクだったりとかファッションになったかなと思います。上品なんだけどちょっとキュートな感じの印象の香りだったので、香りまで一緒になんかこうコーディネートできたんじゃないかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。